ラグビーユニオンの試合において、ドロップゴールを蹴るニック・エヴァンズドロップゴール、またはフィールドゴールは、ラグビーユニオン及びラグビーリーグにおいて得点する方法の一つである。まれに、アメリカンフットボール及びカナディアンフットボールにおいても、見られる。ドロップゴールはボールをドロップキックして、クロスバーの上かつゴールポストの間を通過させることによって得られる。キック後、 ゴールを通過する前にボールがグラウンドに触れてはならないが、クロスバーあるいはゴールポストには触れても良い。ドロップゴールによってラグビーユニオンでは3点、ラグビーリーグでは1点が得られる。ドロップゴールが成功した場合、プレーは止まり、得点しなかったチームがハーフウェイからのキックによってプレーを再開する。キックが成功しなかった場合、このキックに対して オフサイドルールが適用され、通常のプレー停止に至るまでプレーは継続する。得点を試みているため、大抵の場合は、ボールはデッドあるいはタッチに出る。守備側はキッカーがボールを保持している間は、タックルしても良いし、キックされたボールのチャージダウンを試みても良い。ラグビーユニオンの国際統括団体である、ワールドラグビーは、 この得点方法を出版物においてドロップとゴールと呼んでいるが一般的にはドロップゴールと省略される。ドロップゴールはラグビーユニオンでは3点が得られるためトライ及びペナルティーキックと比べて比較的価値のある得点方法である。この価値のためチームは試合のどの時点でもドロップゴールを試みることができる。チームがトライを取れる能力があると考えている場合は 特に、コンバージョンキックと合わせて7点を得られるトライが、今でも、最も魅力的な得点方法である。リードが小さいチームは、相手との点差を7点より広く保つために、しばしば、ドロップゴールを使用する。一部のチームは、相手陣地の22メートルラインに近づくと、毎回得点を確保する戦術を取る。ある時間内にトライを奪えなかった場合や、相手チームに規律があり、 反則を犯さなかった場合は、ドロップボールを試みる。時折、トライラインを守っているチームは、ルーズボールを急いでキックして、クリアを行い、このボールが、フィールドの中央へと転がることがある。これらの状況において、攻撃チームはボールを受け取った場所がどこであろうとも、この木に便乗した、長距離ドロップボールを試みることがある。チームはしばしば、ハーフタイムの直前、 特にそろそろプレーが止まりそうだと考えている場合や、ボールを前に運ぶことができないと感じている場合に、ドロップゴールを試みる。レフェリーが反則の後に、プレーの継続を認めるが、与えられたチームが十分なアドバンテージを得なかったと判断された場合に、反則の時点にプレーが戻るアドバンテージルールは、ドロップゴールを試みる魅力的な状況となりうる。チームが、 ペナルティーアドバンテージの下でプレーし、ドロップゴールが失敗したとすると、レフェリーは元のペナルティーへとプレーを戻す。次に、チームは3点を得るための第2のチャンスを手にする。ペナルティーゴールを選択することができる。ドロップゴールは3点の価値がある。1948年より前は4点が得られた。時々、一部のラグビー解説者から、ドロップゴールの価値を減らすべき。 あるいはその他の方法で制限、妨げるべきだという提案がなされている。ドロップゴールはフィールドゴールと呼ばれることもある。しかしながらラグビーユニオンにおけるこの用語の使用は誤りであり、フィールドゴールはゴールを得る現在は廃れた形式を意味する。フィールドゴールはインプレーだがグラウンド上にあるボールをキックしてゴールした時の得点形式であった。これは 博打と呼ばれることもあり、1906年に禁止された。オーストラリアのラグビーリーグでは、ドロップゴールではなく、フィールドゴールという用語が通常使われている。ラグビーユニオンとは異なり、ラグビーリーグにおける、ドロップゴールはわずか1点の価値しかない。このため、ドロップゴールは主に試合の最終段階に、同点の状況を破るため、あるいは、トライとコンバージョンを合わせた点数よりもリードを、 広げるために使用される。オーストララシアのナショナルラグビーリーグにゴールデンポイントルールが導入されると、ドロップゴールはしばしば勝利を確かなものにしたい時の第一選択となる。ドロップキックによるフィールドゴールは稀であるが、現在もアメリカンフットボールおよびカナディアンフットボール、その他のラグビーフットボールから派生したフットボールコードにおいて認められている。どちらのスポーツにおいても、 フィールドボールあるいはトライを得るために使うことができる。ラグビーボールとアメリカン並びにカナディアンフットボールの形状はどちらも長級であるもののアメリカンフットボールとカナディアンフットボールは徐々により細長くより尖った形状に変化しドロップキックを行うことがより困難な形状となった。プロのアメリカンフットボールの試合においては2006年1月1日のレギュラーシーズン最終戦。 ニューイングランドペイトリオッツ対マイアミドルフィンズ戦においてエキストラポイントの状況でダグフルーティがドロップキックを成功させたのが最後である。これ以前は1941年のレギュラーシーズンの試合で成功したドロップキックが最後であった。フルーティのキックは彼の引退試合に行われフルーティのポジションはクォーターバックであったため 彼が普段試合中にボールをキックすることはなかった。ありがとうございます。